おはようございますゴールデンウィーク終わっちゃったゲームだけして終わっちゃったゴールデンウィークもっともっとやるべきことあったないや家の中片付けたりそう家の中の利便性を上げたり清掃したりしようかなと思ったのさせめてねそれもやらないまま終わっちゃったしかも10日間かけてエペックスゴールドまで下がって終わっちゃった孤独すぎるんだけどゴールデンウィークは 10日間いらねえ、こんなんだったら。平日と変わらん。そうまあ、みんなもか、ゴールデンウィーク終わって、今日から、学校、仕事。いや、頑張ってね。僕、今日からも予定ないんだけど。それもまた、ひしひしと感じるものがあるよね。なんだ、この、焦りは。いや、実家帰ったらさ、母ちゃん、腰が痛くて、なんか、言ってたんだよね。整骨院、整骨院行くんだって。 ゴールデンウィーク中、整骨院やってないからさ、今日か明日予約入れていくってさ、で、いや、車出そうかって言っても、車は出さなくていい、あの近くにあるから、歩いていけるから、で、まだ歩けるからって言うけど、明らかに腰に、いや、腰きてるんだよな、ヘルニアになった時の M さんみたいな感じだったんだよな、僕ね、その日、実家の風呂入って、風呂場でかなり泣いたからな、僕。 母ちゃんすまねえ。母ちゃんすまねえ <laughs> こ、腰ダメになった母ちゃん放置してエーペックスに入りに行く僕を許してくれ。そうあ,あ、母の日か。それ泣いてる自分に酔ってるだろう。あ、そうなのよ。そこまでよく、そこまでお見通ししたあなたは結構坂本マニアとかあると思う。それで風呂場で泣いている自分に酔ってるところが救われないのよ。救われなさの30構造ぐらい言ってるよね。 分かってくれる君は大丈夫だ。自分に自信を持って歩んでいってほしい。え、頑張ってね、仕事は。坂本は LINE のグループチャットでバグマッシーンのグループがありますが、坂本が管理人本人なわけねえだろ。それ全部語りだから。騙されてるやつばっかだな。前もなんかバロラントでバグマス坂本いたんですけどって、いない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 。いや、配信やってるから、そういうことやるときはで。配信で言ってからやるって少なくとも、語るやつばっかだな。 書いといてほしいよね。なりきりプレイやるのは別にいいんだけど、これは坂本さんに許可を取ってないやって,やっている、えー、非公式二次創作のキャラクターですみたいなのは書いてほしいよね。じゃないと騙されるやついるよね。な <laughs> りきり、なりきりって書かないと騙されるやつが出てくる。母ちゃんほっといてペクスやって絶頂してるのは本物 <laughs>。分かってくれるか <laughs> その救われなさを分かってくれるかスクラムクも。